はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビシです。では今回は銀河遊伝説 4EX ミラーでのプレイ続きをやっていきたいと思います。で前回はですね、獣惑星同盟の方にも反乱が起きて、これの集結後にですね、状況を確認したところ、ヤンとシェンコップがすでに死んでいたという事実が判明しました。で一方ミラーの方はというと、提案工作を使ってイゼルローンの駐留艦隊の任務を引き受けることができたんですが、まあ、なかなか功績を稼ぐチャンスに恵まれなかったということもあって、早くも癇癪を起こして、これを辞したというところまでプレイをしています。で今回はその続きになるんで、まずはね、時間をサクサクと進めていっちゃいましょう。ティアマトの方にはラインハルト、ローエンタル、ラインズベルクにケンプが派遣されるという状況ですね。この第7艦隊ミッターマイヤーのところにオーベルシュタインがいるっていうのがね、まあ何度か言ってると思うんですけど、なかなかイフストーリーならではの、銀河 4EX ならではの面白いところですよね。ミラーは一度オーディンに帰還します。アルレスサイム星系は敵の艦隊どれくらい出ていくのか確認はしておきたいですね。でちょっと待ってくださいね。ラインハルトにロイエンタル、これがティアマトからアルレス言えてないですね、アルレスサイム星系の方に転身する命令になりそうですね。アルレスサイムに敵の艦隊出てるの、そうは見えないけどね。アルレスサイムにかなりの艦隊が出てますね、帝国の方は。でティアマトには、うん、連年艦夫、ラインハルトが今度はティアマトに行け、ここがちょっと無駄なんだよね。まあ今ね、ドゥルナイゼン誰だった、提案は退けられましたけど、敵艦隊と遭遇、ん？敵の艦隊規模それなりにあるぞ。ちょっとこれは確認したいですね。アルレス IM 星系の敵艦隊、ん？ファーレンハイトが先に大将に昇進だ。これはちょっと中身確認したいな。アルレス IM 星系の敵艦隊の数、パストーレ、アップルトン、チューンの参考艦隊ですね。パストーレは統率75、まあ、この辺りはさすがだね。あとは艦隊の幕僚にフィッシャーがいますね。フィッシャーはね、機動100強いですよね。でアップルトンは、ブルーマルトがいるね。陸戦96で、チュンの方はというと、ここはまあ運営90はチュンはね、さすがのチュンというところですけど、ではミラーどこまで戻ってるか確認しましょう。ミラーは今フレイヤ星系まで戻ってきてますね。アルレスアイムはまあ参考艦隊、敵が参考艦隊だったら十分にまあ勝機はあるかなと。でティアマトの方は結局最終的にラインハルトがいるのは確認しましたけど、アイゼナハが大将に昇進です。ティアマトの方の味方の艦隊ケンプが入ってますね。まずはではミュラーの方は艦隊の編成を行いましょう。まず攻撃空母を増やす。で工作艦はちょっとやめる。で輸送艦を後ろにつけて、もうちょっと打撃力欲しいんですよね。そうなると空母をもうちょっと増やしてもいいかな。こんな形でいきましょうか。で軍事作戦、アルレスアイム星系の方にもう一艦隊増やさせてくれ。うん、拒否か、しょうがない。であれば艦隊の出撃でアルレスアイムの方に、そうだな、
ミュッケンベルガー、シュトッカーゼン、ゼクト、まあ、この辺りを一度解除させて代わりに自分をねじ込む。これで前線に行けますね。ティアマトの方にはどうなんだろうね。ランズベルクが大将に昇進するのもこのままいくと時間の問題っていうことになりかねないので、先に何とかね大将に昇進したいとこですけどね。アルレサイム星系の方に今許容出撃数6個艦隊の作戦で5個艦隊出撃する命令が下っているので、やっぱアルレサイムにもう1個艦隊増やしたいな。誰増やす？ミッタマイヤだな。これでアルレサイム星系がだいぶ帝国艦隊の主力艦隊が揃う形になりますね。ティアマトの方は連年艦夫、あとはランズベルクにケンプ、鉱石地稼がれたかもしれない。でティアマトの方の防衛司令官にワレン、で今ちらっとティアマトの方に同盟軍の方の構成の話が出ていそうだという情報は出てましたね。結局アルレサイム星系のさ艦隊は誰が出るの？ラインハルト、ミタマヤ、ミュラーの3個艦隊、今すでにいるのも含めて6個艦隊になるね。これだったら十分に戦えるな。まあシュターデン、シュトッカーゼン、この辺り微妙だとは思うんですけどね。シュターデンに関して言うとどうだい？統率が38ってちょっとね、艦隊の司令官にしては致命的だよな。シュトッカーゼンの方は、シュトッカーゼンの方ももう使い物にならない、ね、この辺りは一度戻した方がいいと思う。艦隊の出撃でアウレスアイム政権で、まずはシュターデン選択解除、あとはシュトックアウゼンも選択解除で、代わりにアイゼナッハ、もう一個誰にする？ゼークト、シャフトは絶対ない。シャフト、プレッサーはないし、クラーゼンもありえないから、となるとゼークトか。拒否。いやもう使い物にならないからさ、そうは言っても。ミュッケンベルガーもさてはシュターデンを葬り去る気だな。シュターデン、シュトッカーゼンはもう艦隊が消耗してるんで、いても意味がない。で艦隊出撃でアルレッサイム星系の方にアイゼナッハ、さらにゼークト、よし、これで艦隊の数は揃うね。アルレッサイム星系の方に今ミュラーしかいないとかさ、もう自殺行為だからやめてくれって言いたいわ。艦隊出撃、アルレッサイムに、ミュッケンベルガー今どこにいる？期間中だね。これはありえないな。ラインハルトも消耗してる。ロイエンタールは、ロイエンタールいい。入れよう。で、さらに、ミッターマイヤー今どこ？アムリッツァまで来てるね。もうすぐ来ますね。アイゼナッハはまだまだ時間かかるでしょう。よし、じゃあこれで待ちましょう。到着を。バイエルラインも幕僚に加えてあげた方がねいいんじゃないかなとは思うんですね。
ミッケンベルガーの幕僚たちが昇進していってますね。ちなみにミッケンベルガーの幕僚ちょっと見ます、アムスドルフ対中佐、あ、情報76ですね。あとはブリッジ、特筆すべき点はないかな。グーテンゾーン対、顔はかっこいいですよね。ブルーダー対、ちょっと彼も特筆すべき点がないっていうのがあるんですけど、ミュッケンベルガー自体はね能力高いんですよね。統率92筆頭に、まあ陸戦空戦も強いしね。今ちなみに RSIM 星系の方に艦隊はロイエンタールとミラーの2個艦隊、ちょっと艦隊が後続のものが到着するのを待ちましょうか。アルレスサイムの方にミュッケンベルガ、アイゼナッハの到着は待ちたいな。アイゼナッハの到着を待って、出撃を行っていきましょうか。パランティア星系への出撃作戦、よし、アルレスアイム政権にライブ艦隊が到着しましたね。では新たな軍事作戦、パランティア政権に6個艦隊を出します。で艦隊出撃はアルレスアイム政権から艦隊を出しましょう。ミュッケンベルガー、ロイエンタール、アイゼナッハにミッターマイヤー、もちろんミュラーを選択に入れて、最後ゼークトですね。これでパランティア星系の方にミッケンベルガー宇宙艦隊司令長官自ら率いる6個艦隊が突入です。まあ、ここはもう何もしなくても自然と勝てるかなと思いますので進めていっちゃいましょう。ミッターマイヤー第7艦隊、さすがに足が速いね。パランティア星系は勝利に終わりましたね。でパランティア星系に対して、同盟の方が作戦を開始しているという状況のようなので、ここは迎え撃ちましょう。普通にね、パランティア政権の方に入っているこの6個艦隊、この艦隊結構強いと思うので、しっかりとここで同盟の艦隊を打ち破っておければ今後の作戦がねしやすくなる部分はあると思うので、しっかりと敵艦隊の到着を待ちましょう。ヤマト星系の方に敵の艦隊、ちょっと数は確認したい。ランズベルク艦隊が全滅、ランズベルク自体はどうでもいい。エールラッハが死んだか、ジンツァーも死んだ、ただランズベルクは生き残った模様ですね。ディアマトの方の敵艦隊、パーエッタ、ウラン、フボロディン強いよね。連年艦夫、バレンハイト、シュトッカーゼンにケンプが残っているという状態ですか。バランティア星系の方に敵艦隊が来ないとちょっと面白くはないよな。
ダーゴンの方に艦隊を出すという話になっているようなんで、ダーゴンの方の作戦に自分も加わりたい。ラインハルトとかもうダメでしょ、一回帰りなさいよという話よ。ケンプが大将に昇進か。蹴落としたはずのケンプが先に大将に昇進しちゃったね。では艦隊出撃で、ダーゴンの方に、そうだな、まずミッターマイヤー、アイゼナハで、ミュラーに、ファーレンハイトとかどうなってる。あー、ファーレンハイト、まあ動けるっちゃ動けるな。ケンプは動けないというか遠すぎるので、ちょっと一度ファーレンハイトで提案してみる。よし、これでダゴン星系への出撃が決まりましたね。ダゴンで敵艦隊に遭遇。ファーレンハイトがどこまで持つかだな。いや、もうラインハルト一度帰った方がいいって。本当になんでさ、そんなに動きたがるかな。一度帰って艦隊の再現というか、その消耗した補充をしっかり回復してきてほしいけど。ランスベルクが再び艦隊を持つのか、馬鹿げてる。ラインハルトがダゴンに来る、まあそれなら歓迎するけどさ。で、あとはランズベルクの爆僚たち確認する。ホフマイスター准将とか入ってるね。あとはルグランジュ准将も入ってる。まあまあまあ、それなりに揃ってるなっていう感じ。やっぱりランズベルク自体がカスすぎるんで話にならない。ただランズベルクそれでも統率48あるんですね。機動に攻撃後防御13。いや、ひどいものがあるけど。艦隊到着ですね。で、ファーレンハイトは一度撤退ですね。もうだいぶダメージを負ってるので、まあこれは仕方がないかなと思います。アイゼナハが何、司令官なの？ミッターワイヤーではなく。敵の艦隊だ。ボート。ああ、ロイエンタールだったら十分に対処できるね。ではここから艦隊戦ご覧いただきたいと思います。はい、ではね、敵艦隊の側面に回り込めたので、ここから一気に総攻撃を開始していきましょう。で、ロイエンタールかなり疲弊しているんですけども、そこにミッターマイヤー、アイゼナハが到着しつつあるので、これを機に一気に形勢を逆転しに持っていきましょう。で、ワルキューレ雷撃艇も出しましたので、
ここでね敵を一気に削れるだけ削ります。で、できるなら、やっぱりね、ウランフはじめ、敵の提督をここで打ち取っておきたいという意図もあるので、本当に、士気が続く限り、ロイエンタル、ミタマイヤー、アイゼナッハと並んで、攻撃をね、ガリガリと仕込んでいきましょう。で、ほぼ無傷のミタマイヤー、アイゼナッハが到着してくれればね、まあ、だいぶ変わってくると思います。でちょっと気になるのがミタマイヤーの士気が50上限になってるんで、もしかしたらちょっとダメージを負ってるんじゃないかな。アイゼナッハも50、ミタマイヤーも50なんですよね。でロイヤルガルノはねもう戦線を長期にわたって、一個艦隊だけで支えてくれた部分もあり、だいぶ艦隊士気という意味では厳しい状況になっているので、ここはね支えてあげましょう。そしたらちょっと攻撃指示を出して、パエッタ、オウッド、ウランフといった三帝徳を確実に仕留められる域に入れているので、まずはパエッタからオンビサリにかかろう。パエッタからね。で、工作艦とかももう破壊し、その限りを尽くす。これでいきます。なんとかね、パエッタをまずは、重惑星同盟の中では数少ない、生き残ったパエッタさんを、ここで放流されましょう。仕留めきれなかったか。ウランフ、パエッタ、この辺りは優秀なんで仕留めておきたいところなんですけどね。ムーアも仕留められるなら仕留めておきたいけど、ちょっと自分の射程圏外にはなってるので、ムーアをちょっと他の帝徳、まあミッタマイヤー、アイゼナッハになったでしょう。よし、まあ、パエッタはね仕留めましたね。手柄は持っていかれましたね。ロイエンタールがきついよな。まあ、ここはなんとか持ちこたえてもらいましょう、ロイエンタールには。さ、だいぶ敵の艦隊削ったんですが、ここで一旦、ターンが終了ですね。ダゴンの方ですが、敵艦パエッタ、ホウとウランフが残ってますね。まあ、ただどうだろう、パエッタの方はもうすぐ葬り去ることができる。ホウとも葬り去れるね。ウランフも大丈夫。なんとか決着をつけたい。でダゴンからロイエンタールが撤退ですね。まあ、これはしょうがないかな。ダゴン星系の艦隊戦は勝利ですね。そしたらどうだろうね、エルゴンまで進むというのも手ですけど、ちょっと艦隊の状況を確認しましょう。ミッターマイヤー、士気50だからな今。アイゼナッハも士気50で、ミュラーの方は82、まあ、一度戻る必要があるかというと、アイゼナッハも、ミッターマイヤーも気力十分というのはあるので、まずは
ダゴンの方に艦隊を呼びましょう。ロイエンタルは無理だね。ランズベルクといらないし、ファーレンハイトは今どこにいる？ファーレンハイトはちょっと出せないな。連年完封もう厳しいよね。ティアマトの防衛。ケンプは？ケンプは大丈夫だな。ダゴン防衛。今ボーデンまで来てると。どうだろう。あとオフレッサーとかマジでいらないしな。クラーゼン、オフレッサー、この辺りいらない。ただクラーゼンに関して言うとシュタインメッツが下に入っているおかげがあって、それなりに補正されてるね。じゃあクラーゼンを呼び寄せましょう。で他もう1艦隊欲しいけど、オフレッサー、シャフト、ランズベルク、この辺りはマジでいらないんで。ゼークトは今どこにいるんだろう。ああ、今もう6個艦隊入ってますね。じゃあこれでいいでしょう。ダゴン星系で敵艦隊に遭遇。ちょっと距離は開けておきたいな、いずれにしても。敵艦隊が入ってくるとしたら確実にマップでいう左側から入ってくるのは、まあ、間違いないと思うので。現れたな。さあ敵の艦隊、これはどこの艦隊だ。ちょっと確認をしたいけど、チュンの艦隊だね。側面に入れてるのでこのまま撃滅していきましょう。ボロディンもいるな。アイゼナッハとかこの辺り後ろ向いちゃってるからね。確実に敵艦隊が入ってくる方向はさ、ちょっと察してほしかったよな。これでもある意味ダゴン聖域回戦の続きですよね。アップルトンも来ているか。いや敵の艦隊3個艦隊入ってきてるのを確認してますね。じゃあも3個艦隊かな。チェーン、アップルトン、ホウト。まあいい戦いにはなりそうですね。こちらアイゼナッハ、ミッタマイヤー、そして、ミラーと。では艦隊戦ご覧いただきたいと思います。
ダゴン星系の艦隊戦続いていますが、どうしようかな、ちょっと微妙な情勢ですよね。ミタマイヤーは攻撃91から93に伸びていて、ミラーも82から84に統率が伸びた。これは嬉しいな。ダゴンはこのまま戦うのか。敵の艦隊がね多いんですよね。ご覧の通り5個艦隊入っているっていう状態で、まあ、クブルスリーはもう当然強いんですけど、アップルトン、まあ、この辺りが健在、ボロニーをねもうすぐ壊滅できるかなというところです。でチューンは、まあ、もちろん攻撃向きではないというのはあるんですけど、まあ、艦隊としては健在、ドーソンもね健在という状態で、まあ、ちょっとダゴンから撤退するというわけにはいかないので、まあ、増援を送ってもらうしかないんですが、ティアマトに今艦隊がいない、いやいるね、ラインハルトも含め艦隊をちょっと増援してもらうしかないね。では艦隊出撃、ダゴンに、ちょっと待ってね、ディアマドにいる艦隊、ミュッケンベルガー、あとはローエングラム、レンネンカンプ、この艦隊3つだな。艦隊出撃要請です。ダゴンにミュッケンベルガー、ラインハルトで、レンネンカンプ、これで巻き返せるはずだ。ダゴンにラインハルト以下、ミュッケンベルガーももちろん入ってきてくれているので、これでなんとかこらえましょう。総攻撃を開始。これは逆転のチャンスあるぞ。ミッターマイヤーの艦隊士が回復してる、まあ、そりゃそうだよね。ラインハルト、ミュッケンベルガー、宇宙艦隊司令長官と副司令長官が揃って戦場に到着してるので、これは一気に敵を壊滅するチャンス。敵の5個艦隊全て葬り去りましょう。アイゼナッハだけちょっとね、あさっての方向向いちゃってるんで心配ですけど。では艦隊戦ご覧いただきます。はい、ダゴン星域の戦闘なんとか勝利できましたね。どうだろう、
三田マイヤーの軌道が101に上がっている。でミュラーも68から70に軌道は上がりましたね。はい、というところで今回もうほとんど艦隊戦をひたすらご覧いただくという形でちょっと皆さん退屈されてしまったんじゃないかなと思うんですが、プレイ時間がだいぶ長くなりましたので今回はじゃあこの辺りとさせていただいてですね、まあ一度ミュラーは艦隊を戻したいなという気はするんですが、まあ、ただ今ね艦隊が揃っているという状態でもあるので、まあ、せっかく艦隊が揃っているのであれば、まあ、このエルゴにね、出撃していくという作戦もちょっと視野に入れながらちょっとね考えを巡らせておきたいなというふうに思います。では今回はここまでさせていただいて次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますのでぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますのでぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。